ブチハイエナは、哺乳ネ猫目ハイエナか、ブチハイエナ属に分類される、食肉類。本種のみで、ブチハイエナ属を構成する。アフリカ大陸行新予行期には、ユーラシア大陸にも分布していた。体長95から165センチメートル。尾長25から36センチメートル。体高70から90センチメートル。 体重40から8 6ラムとハイエが火災来種。オスよりもメスの方が大型になる。全身は短い体毛で荒く覆われる。尾の先端には棒状の体毛が伸長する。猛威は高褐色で脳褐色や黒の不規則な反紋が入る。小球子は頑丈で顎の力が強いことも相まって獲物の骨も噛み砕くことができる。乳頭の数は2。 ハイエナというと、不肉を砂取ったり、他の動物の獲物を横取りするイメージが強いが、うチハイエナは、瞬足と波外れた体力を合わせ持つ優秀な、ハンターで、その食べ物の6割以上は自分たちで捕らえた獲物で、ある。メスの個体は、輪郭が円形状に肥大している。膣と尿道が輪郭を貫通して合流しており、排尿や、交尾時の膣出産時の賛同を兼ねる。 勃起も可能。さらに妊娠が癒着しており、陰脳状となった袋を持つ。このためオスの外世期特別しづらい。発達した肛門腺が女性期と見間違えられ、長らく良性苦有と信じられてきた。古代ローマの博物学者プリニウスは、博物史にてハイエナは交尾をしなくても出産できると記した。体内において高いアンドロゲン濃度が維持されるために、 起こる現象と分かっている。こうした形状が出産を困難にし、正常な出生率は極めて低い。第一子の60%は死産、もしくは間もなく死亡し、母親も20%の確率で命を落とす。メディアを再生する、ブチハイエなど、セグロジャッカルの餌の取り合いの様子草原などに生息する、夜行性、単独カペアで生活する個体群もあれば、 何十頭からなる群れを形成し複数のクランを渡り歩いたり新しくクランを作ったりする個体群もいる。他個体と遭遇すると頭部と尾が互い違いになるように並び片足を上げて正規の匂いを嗅いだり舐めたりする。よく鳴き声を上げ、12種類の鳴き声を使い分けていると考えられている。英名ラフィングは笑いの意でその鳴き声のうち一つが 笑い声のように聞こえることに由来する。食生は動物食で主に体重 20kg 以上の哺乳類を食べるが、鳥類、爬虫類、魚類、昆虫、動物の死骸なども食べる。主に狩りを行って獲物を食べるが他の動物が倒した獲物も奪う。倒した獲物の一部を後で食べたり、水中や泥中に貯蔵するために運搬することもある。繁殖形態は耐性。 妊娠期間は約100頭か。1回に1から4頭の幼獣を産む。同じクランのメスが同じ巣穴で子育てを行う。巣穴の中には、オスの成獣も含む捕食者を避けるために、細い通路がある。授乳期間は最高18ヶ月。野生下の寿命は33年だが、飼育下では40年以上生きた個体もいる。アフリカの神話では、 ブチハイエナと他のハイエナ科の動物を分けて考えているかどうか不明であるが、一般にブチハイエナは野蛮で危険な動物と考えられている。しかし、一方で強靭な体力などから神聖死されることもあるなど多面性をもって語られる。西アフリカ、特にイスラム教の影響の強い地域では、ブチハイエナは不道徳の象徴として描かれ、 イスラム教を冒涜する動物と考えられている。一方で、東アフリカの部族の中には、太陽を生み出した動物として、ブチハイエナが登場する神話を持つ者がいる。エチオピアの世界遺産の町でもあるハラールでは、ハイエナへの餌付けの伝統が、観光事業にもなっており、ハイエナに餌付けをする通称、ハイエナマンがいる。ブチハイエナは、毛皮が美しくないため、 一般的なスポーツハンティングの獲物としては人気がない。しかし、マラウイやタンザニアでは、生殖器、鼻、尾が伝統的な薬として用いられるため、需要がある。そのため、狩猟の対象となっている。ブチハイエーナは、その印象や外見などから、動物園では不人気であり、結果として飼育している動物園は少なく、また展示している動物園でも高価な設備は、 犬科の動物に優先して与えられ、ブチハイエナは比較的劣悪な環境下で育てられることが少なくない。繁殖に熱心な動物園も少なく、そのために動物園のブチハイエナは継続して子孫を得ることが難しい状態にある。19世紀、ブチハイエナはサーカスの見せ物としてヨーロッパで買われるようになった。アルフレート・ブレームは 著書の中で、ブチハイエナは、島ハイエナより飼育が難しいと記している。ブチハイエナは、時に凶暴になり、暴れることがある。なお、日本では、ブチハイエナを含むハイエナ家全般が、特定動物に指定されている。そのため、飼育には特別な許可が必要となる。ありがとうございます。